フィリップ・ルトリース・スクレーター1914フィリップ・ラトリース・スクレーターはイギリスの鳥類学者であるロンドン動物学会の事務局長を1860年から42年間に渡って務めたハンプシャー州のウトン・ストリート・ローレンスで兄の政治家のベージング教ジョージ・スクレーターブースの別荘で生まれたホジントン・ハウスで育ち鳥類に興味を持っていた オックスフォード大学のウィンチェスターカレッジやクライストチャーチカレッジでヒューストリックランドに鳥類学を学んだ。1851年から法律を学び始めるが、1856年にアメリカに渡りスペリオル湖やミシシッピ川をカヌーで下るなどをして旅行記、イラストレーテッドトラベルズを書いた。フィラデルフィアではスペンサー・フラトン・ベアードやジョゼフ・ライディ、ジョン・キャシンらとあった。 イギリスに戻ると弁護士を開業する一方、動物学会のミーティングに出席するようになった。1858年に、ロンドンリンネ協会の協会誌に、動物地理区を6つに分割する論文を掲載した。この動物地理区は、現在も用いられている。1864年には、インド洋を隔てた、マダガスカル、インド南部。 マレー半島に近縁な生物が見られることを説明するために、インド洋に仮想の大陸レムリアが存在したという説を提出した。1874年に、兄、ジョージス・スクレーター・ブースの施設秘書となり、公務員になることを勧められたが断った。1875年に科学振興協会の会長を務めた。鳥類学雑誌ザ・イビスの創刊者で編集者を務め、 1860年から1862年の間、ロンドン動物学会の事務局長を務めた。スクレーターの事務所は、博物学者が集まる場所となり、多くの人々と付き合った。スクレーターの鳥類コレクションは9000に達し、1886年に大英博物館に移された。博物館は、グールド、オズバート・サルビニア・ゴドマンらのコレクションが集められ、 世界一の規模になった。著書には、サルビンと共著のエキゾチックオーナサラジーと、ノーマンクレイターエイビアムや、ウィリアム・ハドソンと共著のアーゲンタインオーナサラジー、オールド・フィールズと共著のザ・ブック・オブ・アントロオプスがある。1901年に、オックスフォード大学から名誉博士号を受けた。ありがとうございます。